那覇東バイパスは、沖縄県那覇市上間の上間交差点から、富城す市を経由して再び、那覇市に入り朝日町の明治郷に至る、国道329号のバイパスである。正式には上間交差点小羽倉の新那覇大橋、交差点間が、那覇東バイパス、小羽倉の新那覇大橋交差点朝日町の明治、羽島が、万古極改めと分かれている。 と読み大橋国道329号の那覇市内区間は、那覇市の都心部や市街地へ向かう車を中心に、交通量が多く、国道や県道と交差する上馬、国馬、また橋、小羽浦、朝日町のご交差点付近ではよく渋滞している。また1987年に沖縄自動車道が那覇インターチェンジまで開通後は、沖縄本島中北部から、 那覇空港へのアクセス道路になったことから、交通量を大増加に、さらに拍車をかけた。バイパスは、主要交差点の渋滞緩和と交通量の分散のために計画された。まずは、小羽倉朝日長官が先に計画され、1982年に、事業化、1985年に着工された。1992年に、鏡原町朝日長官が開通したのを皮切りに、 1996年に、那覇市、中山富城ぐ市また那覇市間が、暫定に車線で開通したのを最後に全線開通。そして1999年に全線が4車線となった。開通後は、交通量が分散化され、那覇市内の原動区間の混雑は、幾分緩和された。また、沖縄自動車道から、那覇空港方面に向かう車は、バイパスに集中し、 交通量が多くなったが、2003年に、那覇空港自動車道が、トミグスクインターチェンジまで開通後はそこを利用するようになり、交通量は分散化された。上間中山間とまたま橋交点付近は、将来立体高架橋の計画があるため、中央分離帯のスペースが多く確保されているものの、今のところ立体交差化は未定である。なお上間交差点から先は現在は、 主要地方道なハイトマン線、通称環状2号に接続されているが将来、ハエバルバイパスに接続することになっている。バイパスの完成により、環状2号線が全線開通したことになる。一方バイパスに並行する、旧道区間は、最重要な幹線道路であるため、バイパス開通後も、国道329号の本線は、旧道のままだったが、2007年10月に、 国道329号の本線がバイパスに移され、これまでの旧道は国道329号の指定区間から外れ、同区間の管理は沖縄県に移され、国道330号と国道507号にそれぞれ路線名が変更された。協力。ありがとうございます。